ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、あそこの2階、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。指折り人形、という短編が、個人的には一押しだ。それは楽しみ。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、あそこの2階、という話だ。どこなんだろう？このお話は、じわじわと嫌な怖さが広がるお話だ。ひえ、それでは、早速聞いていただこう。子供の頃の怖い話を、書き込んでもいいですか？とりあえずまとめてみたので、長いけど。子供の頃、みんなが顔見知りみたいな商店街のそばに住んでた。商店街は、新宿から20分くらいの私鉄の駅前から始まって、中ほどにパン屋、時計屋、寿司屋が並んでいた。この3軒は同じ大家さんの物件で、向かいには葬儀屋があった。小3の終わり頃、ずっと休業していた時計屋さんが、うどん屋さんになった。お店は子供にも繁盛しているように見えたけど、なぜか親たちは行こうとしなかった。その夏、幼稚園から一緒のとことみーと、お風呂屋さんの帰りに、うどん屋さんの前を通った。真っ暗な2階の雨戸が少し開いていて、そこから誰かが顔を半分覗かせていた。何してるんだろうね。3人で2階を見上げて、通り過ぎた。多分、お店の人だと思ってた。その後しばらくしてうどん屋さんは休業し、やがて閉店した。ご主人が心臓を悪くして入院し、亡くなったと聞いた。それから、中華屋さんができた。ここも安くて美味しいとかで、たくさんお客さんが来てたのに、うちの親は行こうとしなかった。考えてみれば外食好きの両親が、一度も足を向けないのはおかしかったけど、その頃は、お蕎麦屋さんに悪いから、とか、焼肉屋のおばさんが悲しむよ、とかの理由に、納得していた。それはうちだけでなく、床屋みーの両親、クラスメイトも少なからずそうだった。お店ができて3ヶ月くらいで、まだ若かったのに、中華屋のご主人は心臓発作で亡くなった。小5の1学期、そこは喫茶店になった。お店のかなという女の子が同じクラスに転校してきて、すぐ仲良しになった。母子家庭で、喫茶店はお母さんが一人でやっていた。かなは学校から帰るとお店に寄って、お母さんが7時にお店を閉めると、一緒にアパートへ帰っていった。その年の夏休み、とことみーと、塾の帰りに喫茶店の前を通った。2階の雨戸が、少し開いていた。8時過ぎには誰もいないはずなのに、また誰かが雨戸の隙間から外を覗いている。真っ暗で、顔は見えない。雨戸にかけた手が、真っ黒に見えた。河南地の2階に誰かいるよ。とこが振り返って言った。うん、私も見た。泥棒じゃない。歩きながら、ひそひそとみーも言った。3人で立ち止まって振り返ると、その黒い影はまだそこにいる。泥棒だ、と、まだ明かりのついていた葬儀屋さんに飛び込んだ。でも、葬儀屋のおじさんは、大丈夫だよ、早く帰りな。と言って、裏口から別の道を通って、送ってくれた。もちろん、両親に話したけれど、そんな話は誰にもするな。葬儀屋さんに任せておけ。と言われた。葬儀屋さんは、喫茶店の真向かいにあったので、おじさんは、何か知っていたのかもしれない。カナのお母さんの喫茶店は、朝7時に始まる。メニューは、コーヒーとモーニングサービスと、サンドイッチだけだった。思い出すと涙が出るのは、カナが日焼けした腕に、コーヒーの入った魔法瓶と、サンドイッチの大皿を持って歩いていく姿だ。美容院、産婦人科、保育所とか出前専門のお得意様がいて、カナは夏休み中ずっと、出前とかお店を手伝っていた。黒い影を見た翌日、とことみーと相談して、学校のプール帰りに喫茶店に行ってみた。出前のない時間帯で、カナはお店で宿題をやっていた。3人で代わる代わる夕べの話をした。カナは、見間違いだよ、と言う。だって2階は上がれないもん。そうして、喫茶店の周りを案内してくれた。真裏に2階へ通じる外付けの階段があり、1階から2階のドアの手前まで、鉄条網でぐるぐる巻きにしてあった。ドアのある場所には、大きな板が何枚も打ち付けてあり、ドア自体は見えなかった。左右にある窓らしき場所も、板できっちりと塞がれていた。お店の中に、階段はなかった。2階は大家さんの物置で、誰も入ったことはないらしい。カナは、自分たちの話を相手にしてくれなかった。それぞれ家に帰り、母親に報告すると、
人のことを嗅ぎ回ったりするなと、ものすごい勢いで怒られた。とこもみーも、同じように怒られたらしい。その理不尽さから、どうやら母親たちが、何か隠し事をしていることに気づき始めた。そうして、一番頭のいいとこが理解した。2階には、中からも外からも入れない。泥棒は、一体どうやって中に入ったのかと。3人同時に、その考えが浮かんだ。霊という思いつきに、3人とも続々ワクワクしていた。その時まで、噂はゼロでもなかった。連続して、お店の人が2人続けて亡くなっている場所だったし、呪いの店、とかいう子もいた。呪いから金を守らなきゃ。アホな使命感で、自分たちが向かったのは、学校の近くにある、八幡様、という神社だった。呪いに効き目のあるお守りを買い、金にあげようと。問題は同じクラスの篠が、その神社の娘だったことである。案の定、神主さん、篠のお父さんは、すぐ篠を呼んだ。いかにも秘密めかしてやってきた自分たちを見て、黙って帰らせるはずはない。絶対に秘密を誓わせて、理由を話した。そうすると篠は、とんでもないことを言った。うちのお父さん、あのお店に3階はご祈祷に行ってるよ。2階の窓に誰かいたって、近所の人も見てるって。大家さんとおまわりさんが、うちに来たこともあるよ。2階には誰も入れないらしいよ。でも噂が広まるとお客さんが来なくなって、金のまま、困るでしょ。だから、絶対に言うなって。金が相手にしてくれなかった、わけがわかった。それから自分たちも篠も、その話はしなかった。冬休みに入って、喫茶店が急にお休みになった。電話しても、アパートに行っても、金もお母さんもいない。担任の先生に聞きに行くと、お母さんが病気だということ。実家のある、地方の病院に入院したこと。カナは、お母さんの実家にいることを教えてくれた。カナと連絡が取れないまま、3学期が終わる前にカナのお母さんは亡くなった。そうしてカナには、もうさよならも言えないまま別れてしまった。自分たちは中学生になり、とこはお父さんの転勤で関西に、みーは遠方にお家を新築。自分は下町に転居して、高校に進学した。時々、連絡は取り合ってはいたものの、昔住んでいた商店街に、足を向けることはなかった。成人式を迎えて、何年ぶりかで篠の実家である、八幡様にみんなで集まった。その時初めて、篠のお母さんから、あの店の話を聞いた。うどん屋さん、中華屋さん、喫茶店のあった店は、一番初めは時計屋さんだった。時計屋さんは、30歳くらいで店を継いだけれど、人嫌いで客商売ができず、親類とも縁を切ってしまった。その後お店を休業して、閉じこもってしまったらしい。電気も電話も止められてしまい、大家さんは仕方なく家賃の回収を諦めてしまった。はじめは、いろいろ気にかけていた商店の人たちも、だんだん忘れてしまったというか、気にしなくなってしまった。かなり長い時間が過ぎた後の夏、両隣のパン屋さんとお寿司屋さんは、ものすごい数の灰に気づいた。大家さんは交番に駆け込み、おまわりさんは、鑑識の人と施錠された階段の扉をこじ開けた。黒い竿と、うねる白い波、血走った目の小動物に埋め尽くされた部屋を。死因は、衰弱死。デスクにあった、帳簿の最後のページに、誰か、助けて、と、書かれていたらしい。篠のお母さんは、腕をさすりながら言った。だからうちは、あそこのお店に行けなかったのよ。みんなのお母さんも、多分そうよ。来てたのは団地の人と、線路向こうの人よね。次々に人が亡くなったことまでは、知らないし。でも、借り手はすぐ来たわよ。だって、相場の半値の家賃だったんだもの。カナのお母さんが亡くなった後、大家さんはお店を倉庫にしてしまった。今も、誰にも貸していないらしい。身寄りのいない時計屋さんのお葬式は、商店街と町会で出した。お迎えの葬儀屋さんが、ほとんどタダでやってくれたそうだ。近くのお寺にお墓を建てて、永代供養もお願いした。お墓参りだって、欠かさなかった。お店はきれいにリフォームして、新築同様にした。それなのに、供養をしても、ダメなんだね。そのようだな。じわじわ怖くて、でも、どこか引き込まれるお話だった。うむ。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。指折り人形。僕のサークル仲間なんだが、よく自分探しの旅と称して、世界中を旅するのが趣味なんだ。今回は中国の僻地にある、漢方がたくさん売ってある場所に行ったらしくて、
豚の足とか、猿の指とか、脳みそ、何かの動物の筋、まなんかも売ってたらしい。で、まあそいつが帰ってきたから、サークル仲間数人で、今書いたような土産話聞いてたら、俺たちに、お土産も買ってきてくれたらしいんだ。大体はいろんな漢方とか、空港で買ったようなキーホルダーだったんだけど、一つだけ、指折り人形、とかいうものがあった。350ml 缶くらいの長さで、ちくわくらいの太さの肌色の人形なんだけど、どうやらその人形の指を折ると、呪われる代物らしい。じゃあ折ろうぜって、みんなもノリで折ろうとしたんだけど、そもそも人形の手が小さいし、全体的にテロテロツヤツヤしていて、爪を立てても、滑って折れないんだ。なんだよデタラメじゃんって、場がちょっとしらけて、話も違う話題に変わって、その日は解散したんだよね。次の日聞いたんだけど、その人形もらったやつ、帰りに事故で死んだらしい。あいつも、結構酔っ払ってたから、人形は、事故には関係ないかもしれないけど、その人形の体が反るように折れてて、中から猿の指が出てきたんだって。くぐもった声。中学の時、柔道部で警察署の道場で練習してた。道場は3階なんだけど、一般の人間は1階のトイレしか使えないとかで、わざわざ、1階のトイレを使っていた。ある日、部内でもお調子者の人間がトイレに行くと、個室のトイレで、変なくぐもった声を出している人間がいると言ってきた。そいつは俺たちの誰かが、いたずらでもしたんだろうなと思っていたらしいが、該当者はなし。当時厨房だった俺たちは、練習後のテンションのままトイレに行ったが、みんなで行った時は、個室から声は聞こえず、結局、そいつの聞き違いということとなった。次の日、練習後に俺たちが帰り支度をしていると、そいつがまた、トイレから声が聞こえると、怒った調子で言ってきた。そいつは、声の主を確かめるために、個室に耳を近づけ、声を聞いたらしいんだが、苦しい、とか、こ、される、とかという、明らかに怖がらせることを言ってくるから、個室のドアを開けようとしたんだけど、案の定、個室には鍵がかかっていたらしい。その時、俺は思い出したんだけど、数年前に、妻が旦那に農薬を飲ませて子、したって事件があったんだけど、妻は逮捕された後に、1階のトイレで、トイレットペーパーを喉に詰めて自、してたんだよ。同じ夢。もう7、8年前に埼玉県のら、ほで、当時の彼女と一夜を過ごした。赤い色合いの部屋で、それほど広くない。昔からあるイメージで、経年の汚れがあるくらい。一通り楽しんで、眠くなったので寝たのだが、とても嫌な夢を見た。あまり、内容は詳しく覚えていないが、泊まっている部屋で、女性に追われるような夢だったように思う。普段は夢を見ないので、いつもと違うところで寝たから、そんな夢を見たのだろうと、考えていた。一年前くらいに、今の彼女と、偶然同じホテルの、同じ部屋に泊まることになった。既視感はあったが、同じ部屋と気づいたのは、眠った後だった。全く、同じ夢を見たからだ。もうあのホテルには行きたくないが、泊まった人がいたら、同じように、夢を見たのかは知りたい。溺れてる夢。夏になったら、思い出す。4年前の話ですが、投下します。新入社員の時、3週間ほど、W 県で研修があった。その3週間は、ホテル暮らしだった。時期は7月の初めだったから、日曜日に同期数人とレンタカーを借りて、S 海岸に海水浴に行こう、って話になって、その日は楽しく、海水浴をして帰った。その日の夜ホテルで寝てると、俺が S 海岸で溺れてる夢を見て、目が覚める。それを2、3回繰り返した。その後違う夢を見るんだが、その夢が泊まってるホテルの部屋で、地元で遠距離恋愛になった彼女が、俺にぴったり抱きついてて一緒に寝てる夢。その時は、これは夢だという自覚はなくて、ああ、彼女来てくれたんやって思って、一緒に寝てた。でもふと俺は、この女の人は、俺の彼女じゃないぞって気づいたんだ。じゃあ隣で寝てるこの女は誰だ？って思った瞬間、そこでパッと目が覚めるが、金縛りにあってて、身動き取れなかった。うわぁマジかよ、怖えよ、とか思ってたら、夢で見た女が、まだ隣にいることに気づいた。そして、耳元で何か言ってる。でも何を言ってるのかは、わからなかった。理由は、その女の人は水中で何か言ってる。うごごごごご。って感じだったから、金縛り解けたら、
女の気配も消えた。俺は部屋の電気つけて、一回、勝つ。って叫んでから、もっかい寝た。終わり。山の駐車場。高校生になって、原付きの免許を取り、運転の練習にと、実家から近い峠にツーリングに行った。時間は昼過ぎで、天気は晴天。平日ということもあり、車の通行は少なく、初心者には嬉しい日より。その峠は、小学生の時に自転車でも登ったことがあるため、気軽に向かっていた。峠までの道中には、寺か神社が管理してるお堂みたいなのがあって、山の斜面を削って作った、三日月型の駐車場が作られているのね。駐車場の端には大きな石碑が立ってて、駐車場の乗り面には、阿弥陀如来御来光、みたいな感じのことが書いてあって、変な場所ではあった。夜になると、走り屋が来る峠のため、そこは休憩場所にされているのか、いつもゴミだらけ。その日もやっぱり、ゴミがひどかった。それを見た時に、ゴミ掃除しなきゃと思ったんだよね。特別、ボランティア精神を持ってはいなかったけど、その時だけはしなくちゃいけないと、強く思ったのを覚えてる。急いで U ターンして、コンビニでゴミ袋を買って、ゴミ掃除開始。掃除は時間にして、30分ぐらいかかったかな。あらかた片付けた後に、お堂までご挨拶に行った。初めて行ったけど、簡素な墓石のようなものがいくつかあるだけのお堂。手を合わせて帰ろうかと、空を見上げたら、山から一羽のカラスが飛んできて、私の頭上で一周旋回した後、山に帰って行った。これはお礼とかなのかなぁと、のんきに考えて、ゴミを持ってその日は家に帰った。ゴミを持ち帰った、その日の夜、いつも通り就寝して、見た夢が、今でも忘れられないぐらいの悪夢だった。夢の中で、自分の部屋で目が覚めて、一番に感じたことが、逃げなきゃこ、されるということだった。なぜかこれは夢だと気がついてはいたけど、そんなことよりも、すでに何かが家の中にいて、私を探していることだけは分かった。恐る恐る部屋を出て、急いでトイレに駆け込んで鍵を閉めた。鍵を閉めると同時に、斧で扉を殴りつけられた。不思議なもので叩きつける音から、相手が斧を持ってることが分かったし、そいつが男だということも、分かった。そして扉を破られたら、間違いなく死ぬと悟った。まるで映画の、シャ、ニングのような状況で、扉が破られないことだけを、必死に祈って震えていた。斧の先が扉を突き破って、刃先が見えたところで、突然そいつはいなくなった。本当にふっと、そいつの気配が消えた。ドキドキしながらトイレを出て、1階に降りたところで、そいつが玄関から出て行ったと、直感でわかった。力が抜けて、安堵して座り込んだところに、会ったことのない祖父が、現れたところで目が覚めた。特別、その後に何かあったわけじゃないし、夢に現れたのが、本当に祖父だったのかもわからない。それから、その場所には近づいていないし、あのお堂がどういう場所なのか、調べてもいない。ただただ怖い場所ということで、家族や知人には近づくなと言ってる。これが私にとって、唯一の霊体験でした。古臭い車。不思議な体験をしたので、初投稿。俺が住んでいるところは、少し走れば峠があり、休日の深夜になると、峠小僧たちが集まってくる。そんな自分の趣味は、漏れなく峠を流すこと。と言っても、よくいる走り屋のようにつるんでいるわけでもなく、走る時間帯も違う。ましてや、流すというよりは、ただのドライブだ。大した車でもないし、度胸もない。大体は車の整備をした時なんかに、その確認も兼ねて走りに行く。時間帯は22時には出発して、日付が変わる前に戻ってくる。その程度のもの。峠を走っていると、深夜、一人、山道というのが相まってか。結構、不思議な体験はそこそこある。先ほど走った道をまた走っている。今まで何度も聴いている音楽なのに、聴いたことのない、ギターのバッキング音が混じっているとか、勘違いの延長みたいなものなんだけどね。それでも一人で暗い中を走っていると、ドキドキはしてくるし、他に何か起きないかななんて、期待をしてしまう自分もいた。そんな、いつもの峠を流しているとき、いつもより少し時間が遅いおかげか、道は途中まで空いていた。途中まで空いていたというのは、自分の車のペースが上がり、先にいた前の車の列に合流してしまうから、途中までってことになる。前を走っているのは、大きいバスのような車、ミニバン。その後ろに、自分の車だ。その大きい車に、ドキッとした。
それは、警察の護送車に見えたんだ。ゆっくりな速度、見た目は変に古臭い、この時間帯に走ってるのもおかしい。けれど、この時俺は、ミニバンが間に走ってることもあり、ビビりつつも、ワクワクしていた。内心、ずっとその護送車の後ろをミニバンは走っていたわけだし、たまたま、変な時間に走ってるだけだと思ってた。でもそのミニバンが、脇道に右折していってしまった。と言っても、前述通り気持ちに余裕はあった。ミニバンがいなくなった分、車間も近くなる。何のことはない、護送車なんかではなく、ただの古臭いバスだった。色合いが、護送車っぽいだけの。それでもぼやっと光る大きい車体の後ろは、いい気分じゃなかった。途中で引き返すか、なんて思ってた。少し怖かった。そしたら目の前のバスが、左ウインカーを出して、減速し始めた。左に曲がる道はない。お先にどうぞ、ってやつだ。全然心霊じゃねえ。なんて残念半分、安心半分で抜きに行った。抜く時に横を見たが、車高の差もあり、ほとんど見えない。でも客席は、カーテンがほとんど閉められてるし、乗ってる人もいなさそうだった。追い抜き完了、やはり何も起きない。まあ期待しても、こんなものだ。とりあえず譲ってもらったし、サンキューハザードでも出すかと手を伸ばしつつ、ルームミラーを見た。何もいなかった。バスがいない。文字通り消えた。追い抜きでスピードが乗ってるとはいえ、おかしい。脇に抜ける道はないし、Uターンできるわけでもない。まさかボーマンガみたいに、ブラインドアタックでもしてるの？って感じだった。血の気が引いた、さすがに勘違いじゃない。逃げた、というよりは走り続けた。山の頂点で折り返して道を下ったけど、その謎のバスにはすれ違わなかった。峠を走ってて初めての体験、これも勘違いの延長だとは思いたいけど、さすがに違うと思う。屋上を見に行こう。おっさんになった今でも、一人でエレベーターに乗れなくなった、トラウマ等か。昔中学生の時、つるんでた藤沢ってやつがいた。共に反抗期で、よく夜遅くまで目的もなく、プラプラと出歩いていた。ある日、藤沢の親が出張で帰らないと聞き、泊まりに行くことになった。その日も夜中まで外をうろつき、腹が減ったので帰ることにした。もう24時過ぎてたと思う。藤沢の家は、高層マンションの10階だった。高層マンションといっても作りは古く、オートロックなんてない汚いマンションだった。誰もいないホールから、エレベーターに乗り込み、10階のボタンを押して、ドアが閉まる。と、閉まりかけたドアに、いきなり手が滑り込んできて派手な音を立てた。無理やり乗ってきたのは、一人の黒服の男。藤沢も俺も、内心死ぬほどびっくりしたが、ムカついたので、じろりと睨んだんだが、帽子を目深に被っていて、目は合わなかった。顔色悪いなぁと、思ったのは覚えている。男がボタンを押して、エレベーターの奥に行った。俺はそこで、違和感を覚えた。12階までのボタンしかなかった気がするんだが、男が押したボタンは、R。屋上のボタンなんかあったかなと、藤沢を見ると、同じことを思ったのか、一瞬目を合わせて首をひねった。エレベーターいつもより遅くね？と思いながら、文字盤を見ていると、藤沢が不意に、屋上、見に行ってみない？と、聞いてきた。俺も気にはなったけど、好奇心より空腹が勝っていたので、文字盤見ながら、でも腹減ったよな、と、返した。藤沢は意外そうな声で、え？なんだよ、はよ、帰ろうぜ。なんて言ってた。10階に到着し、エレベーターから降りるとき、と舌打ちが聞こえた気がして、振り向いた。閉まりかけのドア越しに立っていた、男の顔がはっきりと見えた。死人のように青白い顔で、見開いた目は、黒目がない、口は半開きの異様な顔だった。ちびりそうになった。エレベーターのドアが完全に閉まると、ドアの窓から見たエレベーターは空だった。男はいない。静かにエレベーターは、上がっていった。必死で部屋に逃げ帰り、鍵を閉めて、そこで初めて思い出して、改めて鳥肌が立った。一階で男が乗り込んできた時、あんな勢いだったのに、全く聞こえなかったんだ、足音が。藤沢の家で家中の電気をつけて、げんなりと飯食ってる時、そのことを話すと、藤沢も、俺も、足音なんて聞いてない。そもそも、屋上のボタンなんてなかったはずだし、なんなんだ。と、泣きそうな顔で言った。次に藤沢が言った言葉が、衝撃だった。お前が、いきなり屋上行こうとか言い始めた時は、どうしようかと思ったわ。は？お前が言ったんだろうが、泣いた。
翌日ビビりながら確認したら、エレベーターのボタンは12階までだった。藤沢の親に問い詰めると、そのマンションは定期的に飛び降り時、車が出ており、一般的な家賃よりかなり安いそうだった。精神病院が近くにあるため、そのせいだろうと高をくくっていたらしい。実際不動産屋にも、そう言われていたということだった。藤沢はその後すぐに、遠くに引っ越して関係は切れた。今となっては、ただ顔色の悪いおっさんが白目向いてただけで、なんともなかったのかもしれんと思うが、深夜のエレベーターは無理。ありえない内線。旅館、ホテル業にずっと携わってる俺が体験した個人的に、シャレにならなかった話。この業界じゃ、オカルト体験なんて山ほどあるんだが、俺含めて、同期ももう誰もいなくなったし、経営も変わったので、そろそろいいかなと、東北冒険のホテルで、フロントやってた頃だ。当時のフロント遅番は、23時までの勤務だったんだ。22時50分くらいに夜景に引き継ぎして、上がりなんだけど、その日も変わらず、引き継ぎしてた。さて、上がるかって時に、内線が鳴ったんだ。そのホテルの内線は、客室からの場合、2プラス部屋番号なんだよね。151号室なら、2151、ってな風に。もちろん、サービス動線の内線は違うけど、全内線の9割は、記憶していた。その時鳴った内線の表示は、2000。俺も同期の女の子も、夜景のおっさんも、みんな、え？ってなった。そんな部屋は存在しない。なんてことはないんだけど、使ってない部屋だったんだ。10階にある、スイートルームからだった。その日はスイートはもちろん、10階も、ワンフロア丸々使ってない。というか8階から上階は、すべて使ってない。スイートは、客室ドアの前に格子戸があるし、両方施錠してあるから、他の客室のやつが間違って、ってこともありえない。それでも実際内線は鳴ってるわけだし、出ないわけにもいかない。同期の女の子は、すでにガクブルで出る気もないし、俺が出た。という砂嵐みたいな音と、たまに混じる。っていうノイズだけ。こちらからの呼びかけにも当然返しはないし、拉致が開かないので、一旦切る。って、ここで説明なんだけど、そこのフロントデスクには、全内線の状態がわかる機械がついてる。受話器が上がってると、ボタンが光る。内線何番が上がってるってのが、わかるだけなんだけどね。スイートから内線がかかってきた時も、もちろん光ってた。俺が一旦切った時も、光りっぱなし。こっちの内線は、当たり前だけど消えた。そしてその状態のまま、またかかってきた。もちろん、スイートの内線ランプは光ったまま。内線だろうが外線だろうが、一旦切ったものを、受話器を戻さず、ぼっちも押さずに、またかけるなんてできないだろ。客室内線だから、呼気はないし、何より一瞬でも切った状態になれば、ボタンは消えるんだ。なのに、かかってきた。出ても、最初同様のノイズだけ。またこっちから切って、ボタン光ってるの確認して、またかかってくる。これを何度か、繰り返した。向こうから切れることは、なかった。このまま繰り返してても仕方ないし、とりあえず現場確認に行こうとしたが、夜景のおっさんは嫌がる。同期の女の子は言わずもがな、俺一人で確認に行くことに。懐中電灯持って、マスターキー持って、スイートルーム開けて、何か見たってこともなく、内線確認したけど、受話器上がってすらいない。まあ、それも当然だ。だって、使ってない部屋なんだから。試しにフロントへ内線かけてみるも、普通に通じ、普通に会話ができる。この間にも、スイートからフロントへは、内線がかかってきてたらしい。よくわからないまま、内線電話ごと外し、対応終了にした。使ってない部屋から内線が来るのも、受話器上がったまま、内線かかってくるのも不思議だが、5台あるフロント内線の一つを、ピンポイントで狙ってくるのが不思議だ。フロント内線丸番って、よく書いてあるだろ？その番号を鳴らすと、メインが最初になるんだよ。メインが通話中だと、2番機が鳴るようになってるんだが、スイートからの内線は、3番機だけにかかってきてた。1、2番機を鳴らさず、3番機を鳴らすには、当たり前だが、3番機の内線番号を回さないといけないんだ。実体験だからオチっぽいオチもないし、文章だと大して怖くもないが、当事者としては、シャレにならなかった話。一体、誰が電話をしてきたんだ？謎だな。私だったら一人で確認なんていけない。語り部さん、勇気あるよな。うん。
さて、次のお話は、ある釣り場の、立ち入り禁止区域に関するお話だ。危ない雰囲気。立ち入りが禁止されている区域には、やはりそれなりに理由があるようで。それでは、早速聞いていただこう。星ついで、数年前まで仕事で海沿いに住んでた。趣味はネトゲか釣りか、両極端なものだった。ただ、釣りは超過次第で、3日は食いつなげるのでかなりハマってた。車に装備を一式積んでおいて、翌日が休みの場合、出勤前に、おじいさんがやってる釣り具屋で磯目を買って、職場の冷蔵庫の隅に入れておき、いつもからの冷凍スペースで保冷剤を冷やして、一日中、ウキウキしながら仕事をした。昼休みに、自分のデスクの PC にこっそり入れといたネトゲ起動して、明日休みだから、今晩繋がん、と、仲間に言っておいたり、まあ今じゃ、上司にぶっ飛ばされそうなアホだったわ。で、仕事が終わって、その足で堤防へ。駐車スペースでスーツのジャケットを脱いで、下もジーンズに履き替えて靴も替え、パパッと準備して、海へ突き出てる堤防で、いざ釣り返し、遠投2本に、ちょい投げ1本の3本。堤防のルールは3本までと、背中側の壁の上に立ち入り禁止というものだった。背中側というのは、2.5 メートルほどのコンクリの壁と、その向こうの波消して虎がある。当然高さがあるから、仮に登って、穴釣りや遠投するのは危険なので当然だ。そもそもまた撃ちしたものだが、評価は変わらないらしい。ふらっと他の釣り人に声かけて、喋ったりしながら、豆サバ、アジ、キス、結構いいんじゃないか?と、少しずつクーラーボックスが満ちていく。日が落ち始めて昼組が竿を畳み、夜釣り組がやってくる。また会社帰りかい。顔見知りのおっちゃんから、声をかけられる。20時を回った頃、3人組の男が騒ぎながら、釣り場に来た。こういった手合いは、たまにいる。竿と餌とクーラーボックスだけ持って、バカ騒ぎしながら、迷惑ばかりかけてく奴らだ。案の定、背中側の壁を登って釣ろうとする。さっき声をかけてきたおっちゃんが舌打ちして、釣り場管理室に電話をして、降りろという放送を流してもらう。それでも降りず、おっちゃんが直接怒鳴る。キャーラー言いながら、壁の上を走って奥に逃げていった。いつものことなのだが、このおっちゃん結構厳しい。気になったので、聞いてみたら、事故があると場合によっちゃ、釣り場が閉鎖されるんだよ、とのこと。なるほどね、と思って、また自分のスペースに戻る。2、30分したくらいか。おっちゃんが遠投用の、一番長い竿の仕掛けを手早く変えて、相変わらず壁の上の、男たちに忍び寄った。なんだ?と、見ていると、あろうことか投げるふりして、竿の先と仕掛けを、男たちの一人に叩きつけた。衝撃こそ少ないだろうけど、かなりビビったと思う。大声で文句を言いながら、壁から降りておっちゃんを取り囲む男三人。微塵もひるまず。てめえらが、あんなところにいるから悪い。間違ってでも、竿で叩き落とされたくなきゃルールを守れ。この釣り場には、二度と来るな。と、圧倒。おっちゃん怖えと思ったのは、三人組も同じようで。じじいが、とか言いながら、逃げ帰っていった。おっちゃんに、やりすぎじゃないかというと、男に叩きつけた仕掛けは、中同士浮きをつけただけ。つまり、針とかはなかった。あと、どこの釣り場や港でも、水死体は上がってる。裏のテトラにも、昔、叩きつけられて、ぐちゃぐちゃの死体があったそうだ。口ぶりからするに、水死体の方が重要なようだったので、霊が引っ張るってことですか?と聞くと、多分違う。と言ってから、タバコを取り出して、こっちにも一本進めてくる。釣り人は待つ時間つぶしの喫煙者が多く、自分もそうなのでありがたく頂戴した。好きで見えてるわけじゃない。だけど立ち入り禁止区域ってのは、危ないからなってるわけだ。さっきの奴らも、何かが引っ張ろうとしてた。ワカメだか昆布だか、それともカミか、ちぎれた漁船の網かわからん。そういうのがズルズル、ズルズル上がってきて、足元まで来て、ドポンってとこなんだろ。さっきの男たちも、もう少しでそれが足に届きそうだったので、無茶をしてでも、下ろさせたらしい。おっちゃんはそれで話は終わりというように、自分のスペースに戻ろうとしたので、最後に、こっち側は大丈夫なのか聞いてみた。卵が先か鶏が先かは知らないけど、死んでいい場所にいるから、寄ってくるんだろう。こっち側じゃ見たことがない。それで、この話は終わりだ。身近なところでも、立ち入り禁止、は、危険な場所なんだろう。危険だから、立ち入り禁止、なんだろう。迂闊に近づいたら、何があるかわからない。釣果は、一晩で食料4日分確保できた。
4日目の分は、干物にした。おっちゃん、ナイスだね。うむ。やり方は少々乱暴だが、いいおっちゃんだったな。立ち入り禁止区域には、絶対に近づかないようにしよう。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。